警察車両に乗って登場したのは県警の白バイ隊員たちおよそ70人です。安芸高田市のサーキットで行われた交通機動隊安全運転競技大会では白バイとパトカーを運転し技術を競います。こちらのチームは東広島分中隊です。参加した10チームのうちバイク競技に出場する隊員の中では平均年齢が最も若いチームです。明日が大会だと思ったらちょっとドキドキしてなかなか寝れなかったです。全国大会を目指して専門的に訓練を重ねる特練員やベテラン隊員たちもいる中で優勝を目指します。先輩の胸を借りる気持ちで優勝狙って頑張ります。スラロームでは300キロもある白バイでコースを素早く走り抜けタイムや技術を競います。一本橋走行はわずか20センチ余りの狭い部分をできるだけ長い時間かけて渡りますが簡単ではありません。いやー、ダメでした。めっちゃ緊張しちゃったその後パトカー走行が終わりすべての種目が終了しました。結果東広島分中隊は入賞はできませんでしたが今後も白バイ隊員として技術を磨いていきたいと意欲を見せました。ちょっとしたブレーキ操作とかアクセルワークとかでやっぱり何秒も差が出てしまうんでですね、そういったところをやっぱり特練とかから学んでいきたいと思います。泊まり明けの日とかですね、休みの日時間見つけて自主練をしてくれてるんで、やっぱり人より練習すれば上手くなるんかなっていうところがありますね。まあ、来年に向けて、今年よりもそれぞれ各個人ごとにですね、いい成績でさらに日々の努力もですね、今年よりできたらいいかなと思います。